こんにちは、ドウンです。ということで、本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、引っ越しに伴って、まあ、仕入れというか、まあ、ほぼほぼ僕の私物みたいなもんなんですけど、ついに届きましたので、はい、ご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。ということでね、はい、まあ、今回、昨日我が家に届いたのが、まあ、ドッグタグと、また、置き石たちなんですけども、初めてね、僕が置き石ってこういう風に置く石を買ったのはこの大きいアメジストちゃんで、この子は台湾台北に引っ越す時も持ってきました。なんでそこの台北であった、まあ、女の子に「アメジストこのでかいの持ってきたんですか?」って言われて「はい」っつって「いや家置いときゃいいじゃないですか」って言われて「いや家ないんで台北の家に持ってきたんですけど」って話をして、なんですけど、まあ、現実的にね、ちょっと持ち運ぶのはなかなかちょっと至難の技なので、普段ちょっと旅出るときはこのパイライトちゃんっていうこの子を持ち歩いております。はい、でこのパイライトちゃんの効果っていうのが、その、まあ、Google さんでねパイライト効果とかで調べていただくと出るんですけど、持ち主に安定したパワーを与え、意志を強くし行動力を高めるパワーがありますっていうのが一番最初に来て、でその後になんかまあいろいろと書いてあるんですけど、僕はそのパイライト買おうって思ったきっかけが、その僕はまあそのパワーストーンのカウンセリングやってもらってた、まあ、元コンサル生の方にそのご紹介いただいて、でその方はまあ家借りるならまあ玄関置いた方がいいですよっていう、で結界張ってくれるとかお金を呼び込んでくれる、金運が上がるみたいな話をされてて、であと枕元に置いて寝るとすごく安眠できるっていう話をされて、結構万能な石だなと思って、で買わせていただきました。まあ値段によってここのねこの粒々の大きさとか綺麗さが違うんですけど、これはだいぶいいやつで、それで味を占めたっていうとあれですけど、まあその買わせていただいて、まあ、効果効能を感じたので、僕だからそのパワーストーンってそのなんていうんだろう、スピリチュアル的なものとかよくわかんない気持ち悪いとかではなくって、すごく申し訳ないっていう言い方なんですけど、今なんかポロポロってなったけどパートナーから連絡来てました。はい、というところで、なんだろう、僕がパワーストーンにどんどんズブズブにハマ、ズブズブって言うとあれだけど、言い方っていう、ハマってたのが、その初めて作ってもらった時にブレスレットこういうの作ってもらったんですよ。これはまあもう僕が自分で買ってきたやつなんですけど、新しいの入荷してますが、これ僕のやつなんでちょっと今回伏せますけど、そのなんて言うんですかね、最初5000円で作ってもらったんですよ。5000円で僕のまあ紙、昨日バー行きました結局買ったんかいみたいな、坊さん卒業とかいいな、結局買っとるやねんけっていう、いや違う、バリカン買ってさ、ちょっとなんか 0.8、1.2 とかでこう調整できるやつで、アマゾンでベストセラー1位で1600円ぐらいのやつ買って、昨日届いた件、出かけて帰ってきて、そのシャワー浴びるついでに、あとりあえず髪の毛なんか最近ドライヤーしなきゃいけなくなったし、めんどくせえなと思って買ろうと思って、で髪の毛の先端に邪気がつくんで、そのなんて言うんですかね、まあ、邪気払いじゃないけど、リセット&リスタートしたくなると、なんか髪を切りたくなるというか、ガッて全部行きたくなるっていうのは、多分なんかその人生の転換期の時に、そのまあ元僕の元パートナーが、その人は磨くって言われたんですよ。磨くのが大事ですよみたいな、でこういう風に僕のパワーストーンを磨いてもらったりとか、台座とか綺麗にしてもらったりとかしたんですけど、その方がまあ信奉してるというか信頼してる、まあ、占い師さんっていうのかな、まあ、霊能力者さんに話を聞いた時に、その高原さんは今瀬戸際ですよ、人生の瀬戸際ですよって言われて、そうなんですねつって、でどうすればいいですかって言ったら、剃ってくださいって言われて、まあ、何を、髪の毛と、まあ、その時も、まあ、いければ眉毛もって言われて、その眉毛も髪の毛も剃ってたんですけど、まあ、開運のためであればそこまで余裕でしますからね、まあ、結果、まあ、おかげさまでね、名前が変わるきっかけになるような、そのもともと5年前からつながりがあった名付け親の和尚に名前を改名をいただいて、まあ、今に至るっていう、まあ、その裁判所で名前
変更する手続きをして今に至るっていうのがあるんで、まあ、あの出廷するとね、現世でやらかした罪は全てチャラになるっていうのが、あの一応日本の仏道の考え方なんで、まあ瀬戸内寂聴さんとか有名じゃないですか、あの大恋愛をした結果みたいなとか、あと家田翔子さん、あの極道の女たちかな、わかんない、俺あんま見たことないか、その辺の作者の人とかもそうなんですけど、要はその世俗でやらかしなくった結果、もうなんか名前変えんとあかんよね、出家しないとあかんよねっていうぐらいやらかすとお坊さんの道が見えてくるんですよっていうのがあるんですよ。で実際僕もそっちのタイプなんで、まあその何ですかね、でその時にまあ髪剃るきっかけいただいて、で髪剃ってみたいな、髪剃ると感度が上がりますよみたいな、要はその直感力とかそういう、なんて言うんだろう、感覚値が上がりますよっていうのと、あと高田さんエンパス体質なんですねって言われて、あそうなんですねって話をして、でまあ今に至るんですけど、それはもう完全に見えない世界じゃないですか。でもパーソンって見える世界なんで、極論僕5000円で最初作ってもらったんです、今の自分に合うように3ヶ月後の自分が求めてる潜在能力を発揮するために。で作ってもらった結果、5000円以上のなんかもう3次元的な変化が起きてきたけん、なんかそのめちゃめちゃいいやんみたいな、コスパいいなって言って台北引っ越す前に作り直して、でまたクアラルンプールに台北から行く前に作り直してっていう、だから2、3ヶ月おきに作り直した結果、作り直して作り直してずっと作り直してたんですよ。結果なんかいつの間にかその僕がなんかパワーストーンを扱うようになり、作るようになったっていうのが、まあ正直なところで、だからなんて言うんだろうな、その値段以上の効果効能を得てるけん僕も自信持って進めれるし、なんならだって僕売れなくていいと思ってるんで、別に売り物じゃないし、なんかお譲りしてほしい人がいたらお譲りしますよっていうだけなんで、その商売ではないんですよね。まあそのストーンタグズに関しては完全になんかその販売のもうスキームを作ってってて、商売の路線に入ってってますけど、これね新しい新作出来上がってきましたし、まあなんかちょっと付け方変えてみたんですけど、タイガーアイとオニキス付けて、でこっちにオニキスつけたけん、こっちオニキス巻かなくていいなみたいな、あの C&K さんっていうアーティストがいまして、僕ちょっとあの存じ上げてなかったんですけど、ドラゴンアッシュさん世代なんで、ドラゴンアッシュさんとかは大好きなんですけど、 KJ さん今最近大変ですねよくちょいちょいニュース出てきますなんですけど、あのなんて言うんだろうな、要は別に今の曲を聴かないわけではないけど、僕はまあ単純に知らなかったっていうだけで、その C&K さんのダンサーを取りまとめてるデクさんって方がうちのお師匠さんと仲いいんですよ。でなんかそのデクが欲しいって言った件あげたんだよねみたいな話をしてて、あそうなんですねって話をしてて、この話別の動画でもしてるんですけど、でこのオニキスをはめたらなんかモテなくなったみたいな話をされて、いや何で、ね、クレームなのかなと思ったら、いやでオニキスをつけてモテんくなったけど変なやつが寄ってこんくなってよかったみたいな話になってて、でデクさんは僕と違ってこの上に僕タイガーアイつけてるんですけど、ローズクォーツをつけてるらしくて、ローズクォーツをこのだから2枚付けで上っ側につけたらまたモテるようになったみたいな、だから要は変なやつが寄ってこなくなってでな、まあ、結界を張るみたいなもんですよね、オニキスで結界を張って上で願望成就っていうのが、まあ、デクさんモテると思うんで、僕なんかあの写真何回か拝見してますけどゴリかっこいいんで、多分モテるでしょあなたって感じなんですけど、なそのだからデクすげえなんかハマってんだよねって言われてさ、名前言いそうになったけどうちのお師匠さんそうって言ってたんで、まあ、それは話していいんじゃないかなと思って、はいっていうところでね、デクさんっぽくつけてます、はい、オニキスの上に。僕ちょっとなんか今多分タイガーアイだと思うんで、この前まではね、この前っていうか今朝まではラブラドライトつけてたんですけど、なんか今回ラブラドライトしっくりこなくて、別になんか出来が悪いとかではなくって、今回でもねオニキスの出来はめちゃくちゃ良かったから、あありだなぁと思って、でまあよくもうレギュラーでつけてるタンザナイトちゃんつけてるって感じです。このだんだんジャラジャラしてきたねっていうところでね、ちょっと話がずれてしまったんですけど、その今回まあ僕が本当なんか私物で買ってみましたけど、なんか譲ってほしい人いたら別に連絡してねっていうぐらいの感じの感覚なんで、あのライトに見ていただければって思うんですけど、あの興味ある方は概要欄にインスタのリンク貼ってますんで DM ください、はい、よろしくお願いしますということでね、売る気ねえなこいつって、売る気ないもんだって、俺も私物だもん、なんざっけんだってざっけん売りたくねえもんだって、アメジストとかも欲しいって人いて、欲しいって言われたけどいくらなら売んのって言われて、いや120万ぐらいかって
これ一応なんか博物館クラスのアメジストをゲットしてるんで僕、うん、かなみたいな、100万でちょっと考えてもいいかなみたいな、あとは相談に乗りますぐらいの感覚です。あのデカアメジストで、うち別に安くないんで、僕の私物だしね、私物だからあんま売れてっても困るんですよ。だしでもね、この方はデカアメジストちゃん、うちのご神体だったんですけど、でその上にあのこの西国じゃないっす、ごめんなさい間違えました、あのお遍路の別格二重レーザー回るとこのお数珠を作れるんですよ。でお数珠作って、うちのお兄ちゃんでちょっとおそろなんですけど、そうこういうのをかけてます。こういうのもう一個ね、あの別のとこで買ったデカ水晶の、なんて言うんだろう、このピンってこの尖ってるやつみたいな、尖ってるやつって言い方がねっていう名前忘れちゃったが、そうあのデカ水晶があって、そっちが今ご神体になってるんで、別にアメジストちゃんまあ手放してもいいんですけど、この子結界も張ってくれればいろんなものをなんて言うんですかね、集めてくれるんですごくよくって。っていうのが僕の感覚値で、アメジストでも Google で調べると、アメジスト効果で調べると、アメジストは持つ人の精神を落ち着け安らかな眠りへ誘う効果がありますっていう。でアメジストは悪夢を払うと言われて、悪夢払う割に悪夢見た気がするんだけど、なんかよくわかんないんだけどさ、テレビの設定なのか何なのか、朝5時ぐらいにテレビつくんだよね、これやめてほしくてさ。でも買い方わかんなくて、もうしょうがないからもう夜抜くことにした、電源。だって昨日も今日もついてさ、朝5時20分ぐらいに起こされて、ふざけんなと思って、この設定マジ勘弁してほしいんだよね。でもつなぎの家やけん、もうめんどくせえわと思って、はいっていうところでね、まあしょうがないっすっていう。そうなんです、アメジストの効果が、まあ、なんかその Google で調べてもらったら出てくるんですけど、僕のイメージで言うと、なんか本当いろんな情報とかいろんな人をつなげてくれるというか、集めてきてくれて、なおかつ家に結界を張ってくれるんで変なやつが来ないっていうのが、僕のそのデカアメジストちゃんのなんかいいところかなと。でアメジストちゃんそれを超えてきたんですよ今回、この子がやっべえと思って、昨日来てそのまあね、あの僕のことブラザーって言ってくれるんで、僕もブラザーって兄貴って言って、兄貴っつって、めっちゃいいの来たよっつって、だろっつって言われて、ですねやばいっす、これはやばいっすみたいな、もう色合いがやばいもんね、このアメジストちゃん。ちょっとねガッチャンってやりたくないから、あのすいません、気になった人は見に来てください。ちょっとつなぎの家はやめて、あの本ちゃんの家が明日決まるかどうかのとこやけん。でもねマジでやばいよね、このパッケ、もうなんかもう色合いがいい。そうこの子も良かったんですけど、デカアメジストちゃんもなんかそのこういう感じのタイプってあんまないんですよ。だいたいこういうこのちっちゃいアメジストちゃんみたいなドームタイプがいっぱいあるんですけど、これドッカーンみたいなのあんまないんですよ。なんで結構博物館クラスって言われて好きなんですけど、ね、色合いがすごいよね、本当のアメジストって感じ。こっちも別にあの本当じゃないわけじゃないけど、光当てるとめちゃめちゃ綺麗なんで、中までパーキーって入ってて、まあ、あの綺麗なんですよっていうところでね、ライティングするとめっちゃ綺麗なんですけどっていうところで、はい、アメジストちゃん、あデカアメジストちゃんは120万かな、売るとしたら100万ぐらいだって頑張ってもいいかな、ちょっと考え中。気になる方はインスタで DM ください。他にも気になる石あれば言ってくださいっていうところで、で、まあ、パイライトちゃんね、パイライトちゃんあの大好きすぎていっぱい買いました。あ、この子が最初買ったパイライトちゃんで、あまりにも効果効能を感じすぎて、とりあえずでかいの欲しいって言ってでかいの買ったっていう。ちょっとねこれあの外れちゃうんで、よいしょ、外すか。サイズ感でちょっとでかくなったみたい、もうちょいでかいのでもいいんだけどね、ぶっちゃけね、うん、ぐらいパイライトちゃんはね、なんて言うんだろう、効果効能が分かりやすい石なので、すげえおすすめでございます。僕の私物なんであんま売りたくないんだけど、買ったばっかだしみたいな、あれはまんなくなっちゃったはまんなくなっちゃった、これどうなってんのそうなんだよ、あ、いった、よし、ポチッと。てことで、はい、ハイライトちゃんマジでいいっすよ。だって僕自分の旅に持ってくぐらいだからね、スーツケース持ってくときは絶対この。でこれ機内持ち込みできるんでそう、機内持ち込みしてるんだって思うでしょ。そう、国内便も国際便も機内持ち込みできてるんで一応大丈夫です。革のレザーのなんかやつに包んで入れて持ってきます。はい、で大体宿に着いたら頭のところに置いてって感じでやってますっていうところでございますね、パイライトちゃん。で、あのうちの生態の先生にこんなん買うんだよねっていうのを送ったら、なんか
それアンモナイトを使うって言われて、ちょっとこれ割れそうに嫌だから動かしたくないんだけど、そうアンモナイトで、アンモナイトってさ、いわばパワーストーンなのかと思って、でうちのパートナーに聞いて、でなんかそう Google で調べたら、なんかアンモナイトの効果こうのがあるんだよね。一応一つは人生を好転させ、新たな自分へと進化させてくれる効果って、もう一つは渦巻きが中心へ向かって集まっていく形状が集中力を養い、そこから発展してチャンスをつかむパワーをくれる効果があるみたいですっていうところで、ちょっとアンモナイトに関しては昨日来たばっかなんで、まだちょっと効果を感じてないというか、分からないっていうのが正直なところです。パイライト社に関しても完全に効果を感じてるんで、もうあのこれはお勧めできるし、まああのだんだん増えていくと思う。パイライト、どんだけパイライト好きなんだよっていうぐらい増えていくと思うんで、うち。そうなんですよね。アメジストも増えていくかな。アメジストちゃんやっぱ綺麗なんでね、綺麗で分かりやすいし、もうなんかキングオブパワーストーンみたいなもんじゃないですか、アメジストちゃんなんて。まあ、キングね、ゴールドレチューちゃん抜いてキングを語っちゃったらちょっと怒られるけど、うちのね、はい、いるんですよ、うちのゴールドレチューちゃん。はい、先ほど、これはあんま売りたくないんだけどね。まあ、でも多分他の店とかでも120万ぐらい売ってるんで、120万とかえげつないでこう多分200万とかになるんで、こういう子もうだって他にないんで、しかもこれバーストしてるじゃん、中からあのフラワーがバーストしてるんで、まあ120だったらいいかなってしょうがないっつって、しょうがない言ってあげてもいいかなみたいな、お譲りしますかねって、120万だったらいいかなみたいな。だからあのうち基本的にそんな安くはないです。全然安くないです。ただなんだろう、マグロの寿司三昧じゃないですけど、いいのだけは手に入れてるんで、マジでなんか安物買いの銭失いをするぐらいだったら、ガチでいいのをうちは提供できるんで、そこだけは自信持ってます。なのでなんか興味ある石とかあれば、全然インスタの DM でくれれば、あの僕が興味あれば買いますし。まあ、なんか仕入れって感覚ではないんですよね。まだ全然商売にする気は今のところないので、あんまりストーンタグは別で、これはもう完全に商売になっていってるんでなんですけど、僕なんかパワーストーンって言うと大体こういうね、数珠とかじゃないですか。うちの師匠さんもこういう数珠とかつけんけんなって言われて、で出来上がったのこれなんですけど、大きい石はもう完全に僕のあの個人的な趣味の世界なんで、そうなんですよ。だからあんま売りたくないんで、そうだからまあすいませんね、付けはそんなもんですっていうところで、逆になんかいい石あれば言ってください。いい石っていうか、なんていうんだろう、欲しい石とか、あとはおすすめの石とかあれば、全然インスタの方に DM いただければ概要欄見てくださいということで、最後にね、ヒマラヤ水晶ちゃん、ラッキーっつって、ここにもいるんだけどね、ヒマラヤ水晶ちゃん。ヒマラヤ水晶ちゃんが欲しくなったのは、そうこの子はなんかもう本当なんかね、うちの兄貴、まあ本当なんか今仕事を一緒にさせていただいてる兄貴がなんかもう僕っぽいって言って、まあ、一押しで買っといてくれたらしくっていうか、買っといてくれて連絡来て、ああと思って、俺もなんか一目惚れしたんで、ちょっと刺さりが悪いけど、ね、これはごめん、占いこれは俺の私物だもん、マジで占い。だって俺のためになってうちの兄貴探してくれたし、あのペンゴールドルチルのペンダントみたいなもんなんで、これは売らない、これは売り物じゃない、これ僕です。なんで、はい、すいません。ヒマラヤ、あの、この、ヒマラヤ水晶ちゃんね、そうなんかね、このバーっていっぱい書いてあるんですけど、そう石の処方箋って、まあ、うちのあの、お師匠さんがなんか、いろんななんかファーストの本読んでみたけど、これが団地だったわ、つって、そうなんですね、つって。でまあ、なんか著作権的なものもあると思うんで、チラって感じなんですけど、ヒマラヤ水晶のとこだけ色がついてるんですよ、こういう風に。他なんかこんな感じなんだけど、他こんな感じって言ってもそれでもレベル高いんだけどさ、でやっぱね、効果効能を感じると買う、そういうもんなんですよ、パワーストーンって。だから処方箋じゃない、石の処方箋でいい名前つけんなと思って。ユージさんが他の、 あの星読みの本とかも素晴らしいんですけど、やっぱね、ちょっとレベチです、ユージさんの本は、うん、あの神社ノートも確かユージさんかな、そう、神社のご説明してる本とか、あと石の処方箋と、まあ、あのそれも概要欄に貼ってあるんで、僕のバイブルが3冊なので、まあ、見ていただければって。もともと僕はすごくリアリストで、ただ、まあ、やっぱり成功してる経営者、神社仏閣好きな人も多いんで、ってなった時に
なんか使えるものを使おうって言うと言い方悪いですけど、活用できるものを活用して自分の人生を豊かにしようっていう中で、神社仏閣みたいなパワーストポットもあれば、こういうふうにパワーストーンとかいうものも扱って、本当なんか自分の人生がどん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 豊かになっていってるんで、まあ、それをなんかお伝えしたいなって思って、まあこういうふうに動画を撮ってますっていうのもありますし、まあ、実際今までいろんなとこ行かせていただきました。じゃあいろんなとこ行かせていただけたのは何なんだって言ったら、やっぱりそのパワースポットにずっと巡ってたので1000日間ですよね、ほぼほぼだったりとか、やっぱりパワーストーン僕がその持ち歩いてたりとかもしたんで、まあ、実際自分でもつけたりとかしてるんで、その魅力をなんか触れていただけるといいのかなと思います。ということでね、そうで、やっとひげ剃れたんです俺さっきやっと来た、アマゾンそう、アマゾンお兄ちゃんに、あのこの、いや、ここに引っ越してきて3回目ぐらいかな、もしかしてと思って、すいませんっつって、あのこの辺の担当お兄ちゃんなんですかって、あ、そうですそうですって言って、あ、そうなんですねっつって、明日僕ちょっと鹿の島にちょっと行きたいんで、早めに来てもらっていいですかって話をして、ほら、あのアマゾンで買ったことある人は分かると思うけど、8時から12時の設定じゃん、あれ。なんで、で、お兄ちゃん担当ってことを知ったけん、どうしたら、あ、9時ぐらいに行きますねって言って、あ、お願いしますって話をして。なんでこの話をしたかっていうと、今までホテル暮らしだったけん、荷物を全部ホテルに送ってたりとか、宿とかに送ってたから、自分で荷物を荷受けしたっていうのが超久しぶりで、新鮮と思って。で、このお兄ちゃん毎日のように来るな、俺んとこで。この人、お兄ちゃんも多分この人毎日のように買ってんなって思ってるんだと思うんだけど、なので、なんかちょっと仲良くなっちゃったっていうところで、なんか、本当なんか些細なことかもしれないんですけど、そういうところでね、コミュニケーションが生まれたりとか、新たな縁が生まれたりとかもするし、どこかどういうふうに巡り合ってね、巡りに巡って人生が豊かになるか分からないんで、実際僕は台湾、台北に移住したのも、僕が二十歳で彼が18の頃からまあ付き合いだったりとかもするし、その時なんてね、だって彼が台北に行くなんて分かんなかったからさ、別にそれを打算的に付き合ってるわけじゃなくて、一緒にいて気持ちいいなっていう、要は波動が合う人とずっと一緒にいた結果、例えば台北に移住するとか、で台北に移住してても福岡に戻ってきてて、その時に今のお師匠さんと出会って、あ、面白いねみたいな話になって、実際福岡の人と別にあんまり出ないんですよね、海外とか出ないんで、もう海外行ってるっていうだけでちょっとなんか特別視され、海外住んでるっていうとなんかもうなんかスーパーサイヤ人かこの人みたいになるんで、まあね、福岡の人は自分たちのこと田舎の都市やしって言うけど、俺はなんか別に田舎の都市やしとは思わなくて、もともと長崎出島があったりとかするじゃないですか、九州で言えば。だったりとか、その門司港ってバナナのたたき売りとかで、あの始まったとこだったりとかするんですよ。ってなった時に、海外の文化とか新しいものを受け入れるって土壌がすごく九州あるとか、九州の人たちは持ってるんで、で、なんかその、なんだろう、小手先じゃないんだよね。本当になんか本音で付き合って、もう1時間、2時間、3時間飲んでみたいなもんだから、本当に人間性をさらけ出した挙句、その上で、まあ、なんか本音で付き合ってこうよみたいな、みんなでなんか本当よくしてこうよみたいな、切磋琢磨して頑張ってこうっていうのが僕は福岡にすごい合ってて、それが東京になるとね、ほら、新陳代謝でいろんな人が入ってきて、いろんな人がいなくなってくんで、やっぱりそういう風な、ちょっと風土というか文化が違うのかなと思いながら、まあ、証券で言うとね、福岡の10倍ぐらいありますし、やっぱ言われますしね、東京行った方が全然稼げるじゃんって言われるけど、そのビジネスのスピードも速いし、ただ僕は別にその稼ぐっていう方にフォーカスをしてるっていうよりは、なんかそこのステージはもう東京で終えてきてるんで、で、福岡に移住してきて、台湾行って、クアラルンプール行って、日本全国巡って、でね、宮古島住んだり、まあ、その新宿住んだり、あとはその沖縄諸島、まあ宮古もそうですけど、宮古拠点に沖縄諸島を拠点にしたり、まあ、直近で言えばバンコク住んだりして、いろんなとこ住んだ結果、トータルパフォーマンスが一番高い、いや、まあコスパがよく、僕なりにまあなんか幸せに豊かに過ごせるなっていうのが福岡だったんで、まあ、今回福岡にまあ拠点を新たにまた5年ぶりに、5年越しですよね。本当5年前、2018年の10月13日に、あの法医学で移住してきて、そこから台湾行ったりとか、まあ今バーって行ったとこに
いろんなとこ行っていろんなとこ見た結果、比較対象してもやっぱ福岡が一番良かったんで、福岡を超えてくるとこがあればまた移住するかもしれないですけど、今のとことりあえず福岡が一番いいかなって、その理由を全部挙げると大変なんで、まあ、例えばね、福岡の市の市長がイケてて、リーダーがイケてて、じゃあ天神ビッグバンしてて、地価が上がっててとか、あとはね、まあ、エネルギー的な話ができたりとか、あとは神社仏閣が多かったりとか、そういう土壌があったりとか、福岡って九州の地盤、まあその福岡の九州のね、まあ一番メインの場所じゃないですか。じゃあまあ、堀江もさんも動画とかでおっしゃられてましたけど、九州の人って九州から出るの嫌がったりとかする人が多いんで、ってなった時に福岡ってまあ僕はすごく住み心地がいいし、まあ、実際昨日もスーパー行って、じゃあめちゃめちゃうまそうな肉上がったんですよ。東京で買ったら多分1600円とか2000円いくかなみたいな、そのまあ国産牛ですよ、国産牛、本当に鹿児島県産と熊本県産とみたいなのがあって、明日ちょっとなんか動画でバーベキューのやつ出すから、その時出そうかなって思ってるんですけど、霜降りみたいなの2000円3000円で東京で売っててもおかしくないレベルのが880円とかあともう一個買ったんだけど、トモ三角買ったんだっけな、なんか買ったんだよ、座布団とトモ三角買ったのかな、だってスーパーで売ってんだよ普通に、やばくない、もうなんかもう感動だよね、ド感動だよ。だって多分同じクオリティ東京で買おうとしたら 2,3 千余裕でかかるし、バンコクであの同じクオリティなら多分買えないもん。つか日本人スーパー行ってあのクオリティ見てないもん俺、そんなマジかって思ったぐらいだから、だから本当なんて言うんだろうな、生活の本当なんかその質がすげー上がる、その金額に対してっていうのが、僕は本当福岡に住んでよかったなっていうところだし、コンパクトシティなんでね、街が小さいからこそ、そのそれなりに自分のなんかその輝くところっていうとあれだけど、自分のお役目を全うして着実にやってれば、そのなんだろうな、小手先のなんかその言葉尻とかを掴んで なんやかんや言う東京 にいる人間たちと違って、本当本音で話してるしガチンコなので、そこが僕は福岡にいてちょうどすごく居心地がいいかなと思ってやっぱり戻ってきちゃったんで、その辺はね、まあ福岡のうちの、まあ、うちなのか海運ハウスなのか、ハウスなのかラボなのかショップなのか分かんないですけど、新たに立ち上げる空間で来ていただければ感じれるんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひ遊びに来てくださいということで、今回ね最後に買ってみて、なおかつちょっとお願いしたいことがありまして、お願いかってそう、ひげ剃り待ってたの、ひげ剃らないとと思っていや、さすがに動画撮んのにさ、ひげまみれのやつがさ、なんかファーストの説明しても全然魅力的じゃないじゃん。これすごいよね、こういうのがやっぱね勉強になるよね。この段ボールでしょから、ほぼほぼぴっちりでこの感じでパッケージングされてて、さっき一回開けてるからね、俺使ってるしね、一回で、こんな風に、これ限定モデルなんだけど、多分そう、で、このなんかね、箱のぴっちり感とかも iPhone っぽいよね、 iPhone とか Apple 製品っぽいよね。そう、こういう箱をね、九州で作ってくれる人とか、できれば福岡ら辺で提供してくれるところがあればちょっと紹介してほしいなと思ってて、こういう風になってます。はい、っていうところで、うちの商品こういう風にパッケージングしたいんだけどさ、中国から、まあ、バンバン仕入れてるというか貿易業やってる方と話してて、箱とかって海外で買ったらすっげえ安いんだけど、あれって空気運んでるようなもんだよねみたいな話になった時に、確かになみたいな。だからほら、例えばパッケージってこういうもんじゃないですか。なんで、まあ、こういう風になってますけど、なんでこの箱だけ運ぶってさ、だってこれ多分組み上げてないから、もう多分出来上がりを買ってるんだよね。ってなった時、この体積分のこの箱を入れて運んでるだけで、中空気じゃないですか。ってなったら、確かにな、その発想で言うとってなった時に、福岡とか地元らへん、俺は福岡の人間になったんで、そのまあ明日決まりますけどね、本ちゃん。でも福岡のまあどこの物件にするかだけだから、福岡の人間にはなったんで、あと 転入届出すだけだからさ、転出してきて、なので本籍も俺福岡に変えようとしてるしってなった時に、そのなんか地元地産地消じゃないけど、地元の業者さんでこういうなんかパッケージングを相談できるところがあったら、ちょっと紹介してもらえると嬉しいなと思って、はい、撮ってます。これすごいよね、これ多分限定なんだけどさ、このなんかずっと気になってたんだよね、このブロンズのやつ。まあまあいい値段するんで、一応なんか割引になってたから、おもうこのタイミングだみたいな。あとなんかその前のガンダムみたいに使ってて、ガンダムみたいな
シェバだったんだけど、歯ダメになっちゃったから歯買い替えるかなと思ったら、まあ、せっかくだし買い替えるかと思って、まあその歯を買い替えるんじゃなくてシェーバー自体を買い替えたんですけど、うん、なんか見た目だけじゃなく反り心地もちゃんと良かったし悪くはない。そのなんか優しくはないけどね、反り心地もちろん、そのなんかでかいやつあるじゃないですか、でかくてこうちゃんとビーってやるやつよりは、そうなんて言うんだろう、反り心地はなんかちょっと粗めではあるけど悪くはないというか、うん、別に見た目重視っちゃ見た目重視。バウンティーハンターっていうとね、なんか僕あの裏腹にあったあのヒカルさんがやってるバウンティーハンターがすごく思い出深いというか、まあ、ちょっとねあそこのなんかフィギュアとか大好きなんですけどね、買ったことないけどね高いからね、そうこういうのがついてたりとか、あとなんか買えばそのこういうなんかそのこういうパッケージすごいいいですよねっていうところで、まあなんかここまでじゃなくていいけど、なんかそのうちのその商品をパッケージングするしていただける会社さんがあったりとかすると、僕もご紹介いただけると嬉しいかなと思って、はい、ちょっと今回ご紹介で撮らせていただきました。はい、っていうところで、最近買ったものの中では、買ったものっていうと言い方悪いけど、あの伊勢神宮で拝受したあの特大の社、お社さん、あまあ社と比べるとあれだけど、とどっこいって言うと言い方悪いけど、めちゃめちゃ良かったんで、ちょっとはい、プラスうちの仕事的にもちょっとパッケージングしてくれる業者さんが欲しいなっていうのがありまして、はい、ちょっと動画撮らせていただきましたというところでね、まあ、アーストーンとかに興味ある方とか、またねあの今の動画パッケージングの件とか、まあ、あの概要欄にインスタのリンク貼ってますんで、ぜひ DM いただけましたありがたいでございます。またねちょっとあのその皆さんが来れるようなそのコミュニティスペースみたいなのも今作ろうとしてますんで、まあ、そちらも出来上がり次第またこちらの方で告知させていただきますんで、興味ある方はぜひフォローして見てみてください。よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。引き続きまた動画でお会いしましょう。バイバイ。